はい、こんにちは。こんにちは。第3回コスプレフェスタご参加いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。簡単な3つの質問に答えてもらいたいんですけど、まず1つ目、今日どちらからいらしてどのぐらい時間かかりましたか？私は、はい、東京から来て1時間半くらいで来ました。私も1時間半くらいで横浜から来ました。あ、ありがとうございます。で、2つ目ですね、今日の扮してるキャラの作品と、あとどんなキャラでどんなとこ気に入ってるとか、性格的なキャラの性格とか、なんかその教えてもらう。ダンボール電気ウォーズの出雲春樹というキャラで、制服は初めてブレザーを手作りしたことがちょっと頑張りました。というわけで、どうぞ。私もダンボール戦記ウォーズのキャラクターで、風神カイトというキャラクターで、私は作品の中で一番好きなキャラクターなんで、衣装とかウィッグとかも頑張りました。何着ぐらい持ってるんですか？わかんない。もう20とか30とか。そう、もっとありますね。もっとあります。たまに捨てたりとかしてます。すごい。で、3つ目、はい、年間どのぐらいコスプレイベント出られてる？大体60から70。60から70? 最高かもしれない。すごい。今行ってるかな。主に東京の方ですか？東京と、関東圏。そうですね。東京がメインかもしれないです。でこういう今回箱根でやりましたけど、こういう観光地でのイベントってどっか出られたとかありますか？観光地はな、商店街みたいなところでやってるとこあるんですよ。ショッピングモールとか。なるほど。で、泊まりで行かれたこと、今回泊まりで来たんでしたっけ？泊まりで来ました。ありがとうございます。どこに泊まったんですか？どの辺に、湯本とか上の方とか。湯本の駅前の旅館に泊まりました。あ、そうなんですか。ありがとうございます。普段泊まりでイベント参加ってあります？たまにありますね、遠くまで行くときは。まあそうですよね、遠くの場合往復の時間がね、バカなんですよね。電車賃とかもかかります。そうですよね。今回箱根はどうでした？楽しかったですし。どの辺が撮影ポイントとして？山商店街行きました。商店街、うんうん。やっぱりなんだろう、学校の下校途中みたいな写真が撮れてよかったなと思って。ああ、なるほどね。あ、そうだよね。山怖かったな。え？山が怖かったな。あ、山が怖かった。変な虫とかいて。なんか猿の親子も来てたとか言って。見たかった、やばい。わかりました、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。